はい、皆さん、こんにちは。ラクタビ若村です。さあ、本日も始まりました。ほぼほぼ毎日配信しています。ラクタビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日は1月の6日、水曜日になります。本日も午後3時になりました。スタートしたいと思います。拍手！さあ、いよいよですね、お正月が明けまして、1週間が経とうとしています。今日が1月の6日、そして明日が1月の7日となります。昔から明日、1月の7日は、7日の正月とも言いまして、実は1週間後にもう1回お正月がやってくるんです。さらに1週間経った1月の15日、この日を小さな正月と書いて、小正月と言ったりもしますね。まあ、このように1月の1ヶ月間は、様々な、新年を祝うという行事が執り行われまして、1日が大きな正月で大正月、そして月の中ほど15日を小正月として、さらにその間に7日の正月という1月7日、この日もお正月とされてきたんです。ですから、1週間ごとに新年をめでるという正月がやってくるわけなんです。ということは、明日7日の正月の前の日となりますので、明日はその7日の正月ですから、今日は年越しになるんです。12月の31日、もうつい先日年越しをして、1月の1日のお正月を迎えたわけですが、実は昔からですね、今日1月の6日は年を越す日で、6日の年越しと言われてきたんです。6日年越し。そして明日の1月7日、7日正月の祝いというのがありまして、まあこういう昔の伝統行事に当てはめますと、今日もまたね、年越しに当たるんですよ。ですから、昔から1月の6日は、節分に似たような、そんな行事も各地に伝わっていまして、トゲトゲのある柊を玄関口に飾るとか、地域によっては様々な伝統行事が今日行われていると思うんです。そんな今日1月の6日は、6日年越しと言いまして、特に今日の夜に、明日7日を迎えるための、様々年中行事や伝統行事を行った日にあたりまして、一番ね、皆さんにとって馴染みがありますのは、今日の夜、春の七草を、こう刻みまして、明日1月の7日は、七草の節句にもあたりますので、七草の節句を祝うために、お米を炊いたお粥の中に七草を入れます。その七草を準備するのが今日6日の夜で、6日年越し、そして7日の正月を迎えるために、今日の夜は様々年を越すための準備が行われてきたという日なんです。どうでしょう？もうスーパーに行きますと、七草粥のセットがね、最近はよく売られていますので、パックの中に春の七草が入って準備がされていると思います。ぜひ今日買い求めて、今日の夜に刻んで、そして明日、七草粥を食べるということなんです。1月の7日、七草粥を食べると、1年間、無病息災になると言いまして、昔から五節句の一つとして、季節の区切り、節句という伝統行事でありまして、七草の節句、七草粥を食べることによって、今年1年の無病息災を記念したという日なんです。明日を迎えるためにも今日が大切なんです。今日の準備があって、明日の七草の節句が行われますので、今日はそういう意味では昔から6日の年越しという、明日7日の正月を迎えるための大切な前夜、前日の夜になりますので、春の七草をね、スーパーなどで今日買い求めて、ぜひ今日のうちに準備をして、明日の七草の節句を待っていただきたいと思います。
まあ、こうやってね、暦を調べますと、本当1月というのは、たくさんの年中行事がありまして、1日、そして7日の七草。で、まもなくね、関西では、1月の10日に、えべっさんという、商売繁盛のえべっさんもありますので、またこのあたりは、10日前後のライブ配信で、えべっさんの習わしについてはお届けしたいと思いますけれども、まあ、こういうね、やっぱり1年の最初ですから、何事にも、無病息災を祈念したり、災いが起こらないよう、良いことが起こるよう、多くの人が願ってきたのがこの新年1月なんです。いろんな伝統行事や年中行事がありますので、順次ですね、このライブ配信でもお届けをしていきたいかなと思っております。まあ、こうして今日6日、年を越して明日7日、お正月をもう1回迎えます。そして1月の15日も小正月。昔から1日から15日の間を松の内と言いまして、まあこういう神様の依代である松の木を飾って年神様を迎え、一年の始まりとしてきたんです。玄関口には門松を立て、床の間なんかにも松を飾って神様をお迎えするという習わしがあるんですけれども、この松を飾る、その期間が、大正月の1日から、小正月の15日までとされまして、1日から15日のこの2週間のことを、一般的には、松の内、松があるということで、松の内と言いまして、まあ、様々なお祝い事が続いていくという期間になるんです。特に関西、大阪とか京都などの、昔でいう上方では、この15日までを松の内とするんですが、まあ、地域によっては明日7日の正月をもって松の内が明けるところもあって、関西では一般的には15日まで門松を立て松の木を飾ったりしますけれども、地域によってはもう明日7日でお正月の飾りが終わっていくところもあるんです。ですからそういうね、お正月飾りというのは神様事ですから、捨てるわけにはいきませんので、まあ、どんと焼きなんていうね、名前なんかもありますけども、まあ、そういう縁起物を集めて、神社なんかでね、神様の火で焚き上げて、燃やすという伝統行事がありますけども、これも明日7日に行うところがあったり、まあ、15日の小正月で行うところがあったりと、7日前後や15日前後に、そういう焚き上げるという行事が、全国的に行われるということなんですね。まあ、まだ関西ですから、ここは京都ですから、上方ですから、15日まで門松もうちの楽旅京町屋でも飾っておこうかなと思っておりますし、まあ、この床の間の飾りもまだまだお正月風情をね、たたえて、お飾りをね、させていただきたいかなと思っております。ただ鏡餅はよくね、全国的には1月の11日鏡開きと言いまして、このお餅をね、下げて、神様からのお下がりとしていただくという伝統もありますので、鏡餅はそろそろまた下げていきたいと思いますけれども、まあ、この松の方はこのまま華やかにお正月の床の間をね、飾っていただきたいかなと思っています。さあ、それでは本日も今日ちょっと旅へということで、どこかのお寺、どこかの神社へと旅をしていただきたいと思います。さあ、今日はどこへの旅になるでしょうか。本来であれば皆様と直接お会いをして、講座やツアーで京都の魅力をお届けをするところなんですが、なかなか今皆さんとお会いする機会が少なくなっています。そこでこういうオンラインを使って、オンラインで皆様に京都の魅力をたっぷりお届けしようということで始まったこのライブ配信です。箱の中にある旅くじを引くことによって、どこかのお寺、どこかの神社へと今日も旅をしていただきたいと思います。それでは、昨日新たに追加しましたので、ずっしり、もう箱から溢れんばかりの旅くじが入っておりますけれども、このくじを一つ引いて、本日のトークの旅を決めたいと思います。それではいきます。くじ取り式です。もう
富士がたくさん入りすぎて手が入らないぐらいですね。いきますよ。さあ、下の方からいきます。昨年から持ち越した19個もありますから、それらも含めて引いていきたいと思います。それではこちらの旅くじを今日のトークテーマとしてみたいと思います。続きまして、このくじの中身を改めるくじ改めです。まずは私が確認をしまして、皆様に1つ2つ3つとヒントを出していきたいと思います。皆さんはそのヒントから、あそこのお寺かな、いや、あそこの神社じゃないかななど考えながら聞いていただきたいと思います。そのヒントから分かったという方はぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知っているか腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。くじ改めです。さあ、今日はどこへの旅になるでしょうか。おっと、逆さま。さあ、いきますよ。まあまあメジャーなものが出ましたね。さあ、今日のトークテーマはお寺とか神社ではありません。京都の地名です。京都にもさまざまな地名があって、その地名を紐解けばその地域、その地域の歴史が紐解けます。例えば京都の街中、千本丸太町などに行きますと、かつて1200年前の平安京、宮中ゆかりの地名が数多く残っていたり、またはちょっと南へ下がりますと聚楽台にまつわる地名が見られるなど、さまざまなところに京都にゆかりの歴史を感じるような地名が残っています。そんな歴史を秘めた地名の一つがこちらです。で、今日の旅くじは、まあ数ある京都の地名の中でも駅の名前にもなっています。ステーション、駅の名前になっています。地下鉄、東西線の駅です。確かに皆さんは何気なくその駅名、地名を見ていると思いますが、よくよく考えればどんな意味の地名なんだろうと確かに不思議に思ってしまう地名です。この駅の近くには、いきますよ、もみじの名所、南禅寺、永観堂などがありまして、その最寄りの駅の地名にもなっています。駅名にもなっています。さあ、わかりましたか。今日のトークテーマはこちらです。地名のけあげ、けあげです。さあ、皆さん、これはもう地下鉄東西線の駅名として、よくよく南禅寺や永観堂に行く際に、このけあげ駅というところで皆さん降りられまして、年末に出ましたかね、ねじりまんぽというレンガ造りのトンネルを抜けて南禅寺の境内へと歩いていきます。けあげ、この辺り一帯は京都の東山のふもとにあたり、確かに現在でもこのけあげ、大きな三条通りが走っていまして、西に行けば京都の市街地、一方東に行けば峠を越えて山科へと抜けていく大きな三条通りという道があります。この三条通り、かつての旧東海道にあたりまして、京の都と東の国々をつなぐ大きな街道の一つで、昔から旅人が多く行き交ったという大きなにぎわいのあった街道なんです。ちょうどこの辺り、山麓から峠へと登る坂道のところである事件が起こります。今から800年前、平安末期、源氏方の後に大将となっていく源義経、若き頃は牛若丸と呼ばれましたが、牛若丸が
この辺りに差し掛かった時に、峠の上から侍たちが馬に乗ってダーッと降りてきたんです。折からの雨とぬかるみで、馬がそのぬかるみに入った時にピシャッと泥を跳ね上げまして、牛若丸にピシピシピシッとこう泥がかかってしまったわけなんです。クワーッと怒りに、牛若丸はとっさに刀を抜いてその侍を切ってしまいまして、その馬が泥を蹴上げたことから蹴上げという名称になったと伝えられているんです。この話にはこの後がありまして、まあ、牛若丸は怒りに任せてとはいえ侍の命を絶ってしまったということを悔いて、この蹴上げ一帯には牛若丸が切った侍たちの供養にと石塔、石仏、仏さんや供養塔などを建てたといいまして、現在でもたくさん三条通りの道すがらに石塔、石仏が残されているんです。特に一番有名なのはこの蹴上げ、地下鉄蹴上げ駅を降りて、その三条通りを西の方に行きまして、ねじり万歩通り越えると南禅寺の境内なんですが、反対に東の坂道を登る形で東へ行きますと、すぐに日向大神宮に向かう鳥居と 石の石碑があるんです。そこ左へ曲がって、琵琶湖疎水の水溜まりがあります。そのすぐ近くに義経大日如来という石仏が一つ据えられています。これもその蹴上げにまつわる物語で、侍を切った牛若丸が供養にと石仏をお祭りしたと伝えられまして、だいぶね、長年の風化、雨風でお顔などは少し分かりにくくなってるんですけれども、大きさ1メーターを超える石仏が今もお祭りをされているんです。その仏様の手前にお花などを生けるその石の花瓶に義経大日如来という名前が刻まれていまして、まあ、義経という名称からも分かりますように、この蹴上げにまつわる物語から義経がこの辺り一帯にまつった石仏の一つだと今も語り継がれているんです。この蹴上げで侍を切った牛若丸はね、峠越えて山科の方には現在また刀の血を拭ったという血洗池というのもかつてはあったといいまして、現在その辺り一帯が血洗町という町名なんかも残っておりまして、まあ、この蹴上げにまつわる伝説や地名が数多くこの東山一帯に残っているんです。まあ、これもね、まあ、本当かどうかはいろいろね分かりませんけれども、まあ、昔から多くの人が行き交ったことは間違いないわけで、まあ、そういう行き交う人のために石塔、石仏なんかがたくさん並んでいたわけで、いつしか牛若丸ゆかりの石仏だとして、まあ、語り継がれたようなところもあるのかもしれないということなんですね。ということで、この蹴上げ、馬が泥を蹴り上げたことから蹴上げと言いましてね、まあ、これパッと読むとね、蹴り上げと地名としては読みそうですけれども、まあ、京都ではこれを蹴上げと言いまして、地下鉄東西線の蹴上げ駅にもその名前が残っているということなんです。ぜひまたこの辺りをね歩きながら、かつての旧東海道の例えば車石という第八車を引くときにぬかるんだ泥に車輪が沈み込まないように地面を全部石で舗装していたんです。その舗装した石を今車石として一部保存していたり、多くの人を見守ってきた仏様も石仏となってたくさんその道すがらにありますので、ぜひねそのあたり一体一回またね皆さん
三条大橋から三条通りをずっと東へと山品まで、かつての旧東海道の道すがらになります。そのあたりをかつての旅人と重ね合わせて、あたり一帯を眺めながら、まあ確かに街並みは違いますけれども、道なり道の形ですとか、そこから見る山並みは今も昔も変わりませんので、昔の旅人になって一度また旧東海道、この蹴上あたりから山科へと歩いてみるのも素敵な散策になると思います。はい、ということで本日は地名の蹴上についてね、ご紹介しました。今回の新しい旅くじにはこの地名もたくさん入っていますので、道の名前、通り名、または地域の名前、地名、このあたりの奥深い歴史もたくさん今年は旅くじで紐解いていきたいと思います。本日のトークはここまでとなります。さあ、それでは最後になりますが、締めくくりは合言葉で締めくりたいと思います。合言葉はきっと、もっと、京都を好きになる。この好きになるというところ、皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、京都からも今日もたくさんの元気をお届けしますし、皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます。きっと、もっと、京都を好きになる。ということで本日も午後3時からお届けしました、楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。明日も同じく午後3時からお届けしたいと思います。明日は午前中神戸で少し講義をしてきまして、で帰ってきてすぐにラジオの収録があるんです。でラジオの収録がちょっと押しますと、3時からちょっとこう時間が食い込むかもしれませんので、一応予定では明日3時から開始したいと思いますが、もしかしたら3時10分20分などちょっと遅れるかもしれませんので、ちょっと気長に明日ライブでご覧いただきます方はですね、ちょっと気長にお待ちをいただいたらと思います。明日も予定では午後3時にお会いしたいと思います。それではありがとうございました。ではポチッと消したいと思います。